どうも、小瀬です。ひまわりのネイル作ってみました。今日は初めてポリッシュを混ぜてスタンプしてみました。この薬指なんだけどどっかな？地爪にはベースコートを塗ってから作業します。では、スタート。親指にセリアのミルキーホワイト塗っていきます。よく硬化するように薄く塗っていくよ。このジェル塗る前によく混ぜておかないと結構穴ぼこができます。ミルキーホワイト2回塗りました。未硬化ジェルほとんどないんだけども、一応エタノールで拭いておく。シール貼ります。パーツクラブのひまわりのシール。このシールめっちゃ使ってみたかったら超ウキウキルンルン。大胆にバーンって貼るよ。パーツクラブのこのシール薄くってとってもうまくなじみますけど、ちょこちょこシワができるかな。シワができたところはツイーザーで潰していく。で、心持ち内側1ミリくらい内側かな、切るようにしています。全然1ミリじゃないね、ぴったりだけど気持ち大事ね。うん。もう一つ貼ります。この葉っぱがついてるのアクセントでよかった。そしてまた気持ち内側切ります。あとはぎゅーっと密着させて、ノンワイプトップコートでコートします。これだけでもうめっちゃ可愛いんだけど、セブンスグッドで買ったネイルアートペンで文字を書いていこうと思います。この色初めて使うのでシャカシャカ振って、ペン先を何回か押さえるとインクがじわーっと出てきます。お、来た。で、ここから色々やってみた。このエリア、ノンワイプトップコート塗って硬化してます。このエリア、マットコート塗って硬化してます。爪の上に直接文字を書くのは難しいので、こうやってシールを作ろうと思いました。ノンワイプトップコートの上書けないこともないけど文字が潰れるなぁ。あ、マットコートの上の方が細く書ける。これを切り出していきます。この辺までは調子よくいけてました。ところが、これ剥がすと、クリーンって丸まっちゃった。これじゃあ使えないな。で、今度はマットコートを2回塗ってみました。ちょっと厚みを出したので、クリーンと丸まるね。はい、次の実験。ダイソーのカット板使います。これをパレットに貼り付けて、文字書いてみるよ。あ、弾くじゃん。次はこの上にマットコート塗る。これで硬化させて、この上に文字書きます。はい、書けます。これを切ってネイルに貼れるかな？わ、ここなんか綺麗に切れなかった。嫌な予感がしながらも続けていく。剥がしてみる。どうかな？お、丸まらない。貼る貼る。あら、なんかビロビロになっちゃったな。しっかり押さえたらいけそうなので、トップコート塗ってみます。で、塗ってみたらですね、なんかガビガビになっちゃった。はい、ここでゲームオーバー。シール作戦はもう諦めて、ノンワイプマットコートを塗って、直接書くことにしました。うおー、緊張する。ひょっとしてこの作業は地爪の方がやりやすいのでは？と思ったりして、すんごく綺麗にまっすぐ書けたかなと思ったけど、縦に見てみると、ちょっと曲がってた。除光液で消してもう一回書き直すこともできるけど、しなかったよん。今思ったけど、マット仕上げも可愛いね、これ。キャンドゥのハードラインジェルで乗り付け。ここと、それからここに、このセリアの鉄球をつけます。この鉄球に注目、だんだんズリ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 ーと落ちていきます。一個ずつつけるのがおすすめです。補強のため、追いハードラインジェル。ノンワイプトップコートで仕上げます。ネイルアートペンのインクがトップコートで滲むかなと思って心配したんですけど、OK。親指完成です。残りの指全部にミルキーホワイトを2回塗ります。2回塗りました。人差し指と中指にシールを貼るのでエタノールで拭いています。パーツクラブのシール、ここにペタ、人差し指です。
中指はこれ貼ります。ベタ。ちょっとシワが入ったので、力技で潰す。もう一個シール貼る。除菌、除菌。気持ち内側、気持ち大切。なんかカーブがあるとこって切りづらいですよね。こうやって何回も何回も切っちゃってます。ハサミにめっちゃシールついてるやん。ハードラインジェルで鉄球を乗り付け。今度は一個ずついきます。そしてハンディライトで仮効果。ここにちっちゃい鉄球つけます。ハンディライトで仮効果。補強のハードラインジェルを塗って、がっちり硬化します。ノンワイプトップコートを両方に塗って、人差し指と中指完成です。薬指にスタンプします。イギリスのブランドモーユーのプレート使います。カズのスタンプ用のポリッシュ、黄色いの使います。で、この黄色ちょっと薄いので、100均のポリッシュのオレンジ色をちょっと混ぜました。セリアのシリコンペンでぐるぐるぐるっと混ぜます。ポリッシュが乾かないようにこの一連の作業を手早くやります。優しくこすります。シーンの四角いスタンパー。お、綺麗に転写できた。これはこの季節特有の湿気のおかげかも。このスタンパーとっても柔らかいので真上からグイッと押せば大丈夫。パーツクラブのシール貼ります。押す。チョキン、チョキン。トップコート塗って仕上げます。薬指完成。小指にはハードラインジェルで鉄球を2つつけました。アートは完成したんですが、素手で触る前にもう一回エタノールで全部拭いて、ひっくり返して裏からもう一回硬化します。指に乗せるとこんな感じ。うおー、このネイル地爪にしたい。爪が剥離していたんですけど、だいぶ今良くなってきたんですが、もうちょっと我慢かな。親指こんな感じ。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で、ドローンします。